デモクラシータイムズ白井聡の日本の正体ですこの番組は政治学者白井聡さんとともに日々のニュースを通して戦後日本が抱え込んでいる政治問題を根本から捉え直し新しい政治の価値を考える番組です白井さん今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします6月22日にですね、参議院選挙が公示されました投開票は7月10日ということになります まあこの選挙の後ですね、3年間は大きな国政選挙がないことも予想されていまして岸田政権が長期政権になった場合に憲法や安全保障それから社会保障などの政策が大きく変わってくる可能性がありその分かれ目となる重要な選挙とも言えると思います。というような選挙なんですがどうもですねえ全く盛り上がっていないというのが依然として変わらないんですが今、どんなふうに見てますか白井さんは そうですねこれ、一体何が問われる選挙なのかと、はい、まあこれは私なりの考えを言うと、これはまあ昨年の,あの総選挙の時なんかもまあ同じことを私、言ってたんですけれども、要するにこれは2012年に成立をしたえ今の体制、はい、要するに2012年にまた政権が自民党に戻って、安倍政権になって、その自民党政権というのがこの10年間、 えぐらいですね続いているわけですけれども、はい、要するにこの体制というのがその肯定されるかそれとも否定されるのか、はい、そういう選挙が今、まあ、国政選挙はそういうものだと、はい、こういうふうに私は考えているんですね。はいはい、でそれでところがですね本来だったらその否定する主体っていうのがなくちゃいけなくってそれはだから野党ですね、はいええ えその政権交代をこの現実的な可能性として持つようなね野党がいてというのがまあえ本来あるべき姿なんですけれどもまあそれが事実上存在しないということでだからまあなんとも盛り上がらんねっていう話になってるんですけれどもただまあ今回の選挙が結構ちょっとここ最近の国政選挙と少し異なることは何かというとあの政権の支持率が 明確に過効局面に入っているそうです、ね、時に行われる国政選挙だな。はい、で、これが一体何をもたらすのかなっていうところが、えー、注目すべきポイントかなっていう気がしますけど、なるほど、ね。はい。 あの岸田さんはある程度ちょっとこう安定的な、ね、支持率を持ってきていたわけですがさすがの物価高、はい、これがおそらく影響していると思いますがここのところに来て5ポイントだとかそれから読売新聞の最新の調査だと7ポイント下落しているということで、はい、これは無視できない数字になってきてます、ね、だと思います、ね、なるほど。えー、それが政党支持率になったときにどうなのかという問題が、ねはい、出てくると思いますが、はいはい、これそうするとやっぱりその参議院選挙の後の問題もち,ょっとこうちらちら見えつつの選挙、突入という。はい 感じもしますねそんな中、ですねあの白井さんの新しい著書が出版されました長期腐敗体制という本なんですけどね、角川新書から出ております。で、そこで今日はですねこの白井さんの新刊をもとに今の日本の政治を考えて、それから参議院選挙の一つの視点として、ですねそれを参考にできないかというふうに考えております。 で本の中でですね白井さんは今の日本の政治を今ちょっと話が出ましたが2012年体制というふうに名付けているわけですね、はいで。これを経済、それから外交・安全保障それから市民社会という視点からこの12年体制を分析しているということなんですが今、少し話が出ましたがここ12年12年体制2012年体制とはそもそも何かという,ふうに、はい、ちょっとお話を伺います,かえっとです、ね、まずこの言葉のですね生みの親はですね治、はい、大の,あの政治学者中野 高一先生なんですが中野先生がですねこれは安倍政権が退陣をしてそして菅さんに変わるときあの時期にですねこの言葉を使ってコラム論説を書いていたんですね私はそれを読んで我がを得たりというかずっと似たようなことを考えていたのであこれは いいネーミングだなと思って、私も使わせてもらってるんですけれども、ど,どういうことかというと、はい、あの安倍政権のですね、えーえー、まあ非常に長くなる中で途中から安倍一強体制って言葉が使われるようになってきましたよね。はい、これでこれ誰がこれ言い出したのかよくわかんないんですよね。<ー>いつの間にか定着していった言葉でしたよね。で,ねはい、で、ここで体制って言葉が使われているのが。 なんですあの体制と政権というのは違うはずであって政権というのは誰それ政権という形で中曽根政権とか田中角栄政権とか安倍政権とか必ずその人の名前ですね固有名と切り離せないわけですけれども体制というのは例えば幕藩体制とか共産主義体制とかそういったより一般名詞。 と結びつく言葉であると。はははええ、だから、えー、これどういうことなのかというと、うん、その一般名詞そのと結びつく体制というところまでなるとですね。はい、あの固有名はどうでもよくなってくるっていうことなんですよね。なる,なるほど、なるほど。つまり権力の構造が、えええー、相当固定化をこうしてくるのではは、えー、その頂点にいるのが誰かっていうのをこう取り替えても。 はあはあ、基本構造は変わらないといわばそこまで権力の構造が固定化されてきたっていうことをある意味みんなが無意識に感じるようになってきたんで「はい、安倍一強体制」っていうような言葉が使われるようになったと。はあ、でかつそれを「2012年」という言葉と結びつける、ええというところがポイントなんですけれども、はい、これ明らかにいわゆる「1955年体制」ですね「55年体制」っていう言葉を非常に意識した。 言葉だと思うんですよね長らくこの55年体制ってやつは戦後の,あの日本の政治の,、はい、あの基本構造だったので93年に、えーえー、細川連立政権っていうのができて、はいえー、あれでもって、まあ、55年体制が終わったと、うん、まあいうふうに言われるわけですよね。はいはい、でそしていわゆるその小選挙区制の導入を中核とする、はい 政治改革と、はい、いうことが叫ばれてそれでえ何が目指されたかというとポスト55年体制を作んなきゃいけないんだと。でそれはじゃあどういう中身なのかっていうと政権交代可能な二大政党制これがいわゆるポスト55年体制だと、はい、されたわけですよね、はい。でそれでえまあいろいろ紆余曲折あったわけですが2009年に。 民主党政権が鳩山民主党政権ができて一応、これでそのポスト55年体制が、えー、実現したというふうにね、うん、一応、見なすことができる瞬間があったわけなんですけれども、はい、だけど、その3年後に今度はまた自民党に政権が戻って、はい、そして、その後どうなっていったかというとも,うもはや政権交代の現実的可能性というのが、あのー、事実上ない、はい、そういう状態になってしまった。うん、つまりだから、うん 本来目指されてたはずの50ポスト55年体制って実現しなかったっていうことですよね。ななとなると、ええ、実は今私たちが見ているこの2012年以降の体制っていうのが、はい、事実上のポスト55年体制だと。はは,ーはーなるほど、ええ 戦後の非常に大きな構造の軸だったのが55年体制だった、はい、でそれにとって変わるものというのがなかなかできずにいろいろまあ模索があったわけですよね。はい、で安倍さん、第2次安倍政権ができてからこれがだん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 まあ選挙の度に勝っていくと、はい、どうやっても,もう野党がかわないという状況の中で、はい、ここでつまり55年体制からこのいわゆる2012年体制の間に少しいろいろ迷いはあったけど、はい、ここでまた新たな強固なものがもう出来上がったんだと。はいはい いう風に見ればいいい、ねはい、もうそういうふうに見なすべきだろうと。うん、なぜならもう十年も経ってますからね、2012年から。そういうことになりますよ、ねはい。はいはいそうすると今岸田さんですが、これは安倍菅岸田と来たわけですが。はい、岸田さんもその上に乗っかっちゃってるというか。そうなんですよ。よそしてあのまあしばしばその政治を分析する人っていうのは、なあの生じ詳しいだけに、ええ、あのいろいろ差異を強調をしたがる傾向っていうのもあるんですよね。 安倍政権と菅政権はここはこう違ってと例えば首相官邸の中でのいわば力学がこう変わったんだとか自民党内の力学がこう変わってとかあるいはまた菅から岸田へっていうふうに変わるとまた同じようにねその分析っていうのが出てくるわけですでその変化っていうのが強調しがちになるんですけれども私は変化よりも変わらざる本質の方をまずちゃんと抑えるべきだと。なるほど これは木じゃなくて、つまり森を見たときには、やっぱり、もう、この一つの森が、もう、出来上がってる、はいる。となった時に、じゃ、この体制は、特徴は何なんだというふうに、考えますか。ええー、私はこの中で、言ってるのは、はいえー、政治の、三つの悪徳を、体現していると、はい。は、それは何でしょうか。はい。それは、不正、無能、腐敗であると。<laughs> これまた、ちょっと <laughs>、すごいですよね。不正、無能、腐敗。 ああでもなんか言われると本当になんいろんなことがありましたからね、はいはあ、これが特徴だと、はい、12年体制の、はい、先ほどね55年体制の話出ましたけど55年体制もさいろいろ問題ありましたけどもっと内実あったんじゃないかなという気はするんですよ、はいはい、だけどそれに比べるとこれいいあの用語がないですよね、まあ、今のところなんかポジティブな要素がはい。 どう探してもないですよね見えないですよね。あとでちょっとねその安倍政権まあこれベースになったのは安倍政権ですから安倍政権約8年の時の間に何があったのかということはちょっと、えー、細かく見ていきますけどもまあいいところは全然ないというかね、はい、そういうまあこれ見方によって安倍さんを支持してきた,来た人から見ればいやいろいろあったよね <laughs> いいことがって言うんでしょうけど、うん、じゃあ結果的にどうなったのかって考えた時に。 今、10年ぐらい経って日本の経済どうなってますかとか、はい、他の問題どうなってますか国際的な指標はどうなってますか,、はい、かってなったときに30年この方調子が悪いわけなんですけれどももうこのとりわけこの10年ですよねもう加速度的に悪くなっている政治ももちろんのこと経済もそうですし。 えー、それからある種の、まあ、人心の荒廃みたいなねあ<ー>あのそういったレベルでも、はい、あの加速度的に悪くなっていると、うん、いうことは確かだと思いますねこのしかしあの安倍政権以降の体制が全く本当に盤石という状況で、ね、動かない、これはだけど国民が支えているわけですよね。 これは非常に難題でして、ええ、端的にやっぱり国民が支持しているとになります言わざるを得ないんですよね。ううよねやっぱり自民党が相対的に、ええ、あの最多得票を取っているから選挙で勝ち続けているわけですし、ええ、それから、棄権者が多いと、はい、だから与党が勝っちゃっているんだという、まあ、あの話よくありますけれども。でも要するにそのの者たちいうのは この要するに自民党政権2012年体制というのを肯定しているからわざわざ投票所へ行って反対意見を投じようとは思わないわけですよね、はい、だからつまり肯定しているんですよねしたがってだからこれは国民の支持のもとに成り立っているんだと言わざるなないですよね、はあ、なるほど非常に危機感を覚える国民もいるんだけどこれ危機感を覚えてないということになるんですかそうするとこの政権でいいんだと。うん、つまり積極的にに支持するにしよう 消極的に結局結果的に支持するにせよ危機感を持ってないというふうに見た方がいいんですかうんもう何て言いましょうかね、えー、私にはなかなかあの理解を超えているところがあるんですけれどももうんていうかな、えー、危機感みたいなものっていうのを持つことを持つためには何らかのやっぱり ある種の知的な能力だったり感覚だったり、はい、そ,のそれこそだから何かしらの生命力が必要なんでしょうけれども、はい、その生命力がすごく衰退してきちゃっているのかなっていう気がしますよね。ご本の中でねその無知だと、はい、一言で言えば無知だというふうに書いていらっしゃったんですよね。はいはい この無知はじゃあどこからくるかといったらおそらく無関心というのがあるんでしょう、はい、その前のところでは私なりに考えたら無気力というのが多分あって、はい、こういう流れで無知へ行っているのかなという感じがするんですよね。そう 直接の原因は無知だってことになるんだけれども、しかし人間ってえ自分の関心のあることに関しては自然と知識がたまっていくものですよね。特に何かこう知らなきゃいけないんだって言って努力をするというよりも、むしろ勝手に言わば入ってくるっていう感じで知識がこう増えていくものですけれども。 まあやっぱり今、これだけ政治的無知が広がっているというのはやっぱりそれはそもそも無関心だからですよね。でなんでこんなに無関心でいられるんだろうかといった時にもにこれはあの政治的無関心という言葉はまは結構昔から使われてきましたけれども,もうこのその概念ではちょっと説明できない状況になっていると思います。というのはあのまあ戦後のですね投票率がまあどう推移してきたかと。 たに、えー、かなり長いことな国政選挙やったら70%を超えるぐらいのが普通だったとところがまあ平成の時代になって、えーえー、落ちてきて、はい、それであの小泉政権とか民主党の政権交代とかで少し盛り返すんですが、はい、その後やっぱりググググッと落ちていって、はい、今や国政選挙の50%前後でしょっていう形になってるわけですけれども、えーはい、かつてその投票率の低下に関しては。えー 政治学者たたちはこういうい説明をしてたんですね、はい、あのそれは日本が豊かになったからだとみんな豊かになってわりにまあそこそこの生活をできているので、はい、そのなんとかこう苦しいので、はい、政治によって助けてもらいたいというふうにまあ思う人が減っているので、はいえー、投票率下がってきたんだと、うん、政治的無関心になってきたんだと。 ここ最近なんかは明らかにみんな苦しくなっているんですからす、ね、投票率がぐぐっと上がらなければおかしいんですよね。はいええところが全然そそううなななってないそうなんですよね、うん、反転してくるあれがないですよね、はい、これだけ悪くなってきたらこれはまずいぞと思ってなんらかの意思表示が出てくる、はい、それが選挙として出てくるのかと思うと、はい、むしろずる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 ジシベり的に落ちていると、るはい、ここはちょっとなかなか本当に難しいですよね。はい、一何が起きているのかととうことを うね、もう何と言いましょうかね、えー、ある種社会の存在というものを、えー、社会が存在するっていうことをね<ー>否認するというようなメンタリティーが出てきてますね。それこそ、あのー、マーガレット・サッチャーの名言「えー、社会なんてものは存在しない」。 <laughs> <laughs> <ごい S 2> <laughs> ありますけれどもこれはもう真珠主義経済のねまさにマーケットしかないんだということですよね。うんうん、いやある意味それがね、まあ、違う形、ええ、サッチャーが言わんとしたこととは違う形なんですけれども、ええ、ある種今の日本人のメンタリティを規ーを否定そのものだっていうところがあってですね。なるほど例えばあの、ええ 一番僕が分かりやすい例として遠、えー、用したいのは、はい、あの世界系のアニメっていうのはやたら払ってますよねもう随分長い前あの間流行ってると思うんですけれどもあれって何なんだと、はい、あれっていうのはその自分と、えー、その恋人とか、はい、あの親友とかものすごくミクロな世界と、はいえー、それと えー、地球全体の運命とか、はい、宇宙の運命とかそれが直結しちゃうとははで、えー、だからその自分の本当の身の回りっていうのと世界全体が直結いきなり直結しちゃうんで世界系って言われるわけなんですけれどもこれ何なのかっていうと<ー>何がないのかっていうと<ー>その世界全体と私っていうところの真ん中がごそっと抜けてるんですよね。そその真ん中こそある意味社会 で言ってみればそのやっぱりこれはもう社会からの人間の阻害の,、えー、あの端的な多分表現なんだろうと思うんですがもう社会っていうものが嫌で嫌でたまらないと社会というものは自分たちを<ー>自分を苦しめるものでしかないと、えー、そしてそれは全あのひたすら苦しめるだけで変わらないし、はい、動かないし、えー、だから。 そんなものに対しては、まあ、あたかも存在しないかのように振る舞うという状況ですよね。確か白井さんがあのこの前ですかね今回の作、はい、の著作の前に出していた本だったと思いますが「はい、君の名は」っていうこれについて確かね触れてたと思いますが、はいはい、あれ大ヒットしましたよね、はい、数年前に。で私も行きましたけど、はい、映画館の中本当に若い人だらけで満員ですよね。はい 確かにいろんな意味で面白いところがあったんですけどどうもんかね私の世代としてはよくわからないなこれは何なんだろうと思ってたわけですよ。白井さんがそこでお書きになってたのはつまり何かを変えるっていう時には当然摩擦が出てきたり抵抗があるとそれと戦って負けたり勝ったりしながらそこで内発的なものも出てきたり何か充実感を得て世界が変わ少し変わるとそれが今までのドラマだったわけですけど。 そうじゃなないと、はい、お書きにっつまり自分の心の中で何かが変われば変わるんだみたいなそうなんですよ。僕もあれ見て、えー、やっぱりすごく違和感を持ったのは、えー、プロット上で一番肝になる、えー、その大人たちを説得しなければならないっていうところが、はいえー、さあどうやって説得するのかなって思って見てたら何し、えー、かしないけどいつの間にか説得され でその難問はクリアした方になってるっていうね、はい、なるほど,なるほど世界系ってのはこういうことなんだってすごくよくわかったんですねなるほど。要するにままならないものっていうのが社会なわけですよねそうですよね、ええ、で必ずそこで摩擦が出てくるし自分も苦しい状況に追い込まれなきゃいけないわけですね、ええええ、でなければ何か,か解決していかないそうなんですよ それを要すするに回避していくとうでやっぱりこのメンタリティーはね阻害だとだからある意味まあんて言いましょうか同情すべきというようなねものでもあるんだけど他方でやっぱりこれはねまずいですよということは僕ははっきり言わなきゃいけないと思っていてっていうのはかつてアリストテレスは人間とはね政治的動物であるとゾーンポリティコンっていなやつですねであの政治的っていうのは今日の言葉で言えば社会的に近いんですよね。 あるいはカール・マルクスは何て言ったかと「えー、人間とはあの社会的諸関係の相対である」と言ったわけですよね、はいえー、つまり、えー、どうしたって人間っていうのはその社会的な存在なんだとでじゃあでもそれは嫌だと、うん、じゃあ社会、うん、っていうものはもう存在しないんだということに全部捨てちゃったらどうなるかと、えー、もうそれは人間が人間じゃないっていうことですよね<ー>もうそれは生きてないっていうことなんですよ 飯食って息してるかもしれないけれども、えー、それはもう本当の意味で生き人間として生きてないよねそういう状態にまで今日本人になりつつあるというのが私が持っているあの映画を見てよかったねという若い人はいやまあこういうもんだよねそんな大変なことしたくないからさという、うん、まあそこの中である程度こう、まあ、気持ちの良さもまた逆に持っているかもしれないここにもしそうだとしたらこれはもう相当な断絶があるなという感じがしますけど。はい まあこの,あの本の中で,ですねいろんなその分析がのこの2020年、12年体制とは一体何かということをいくつかの要素であの分析されているんですが一つ、経済の指標からねこう考えてみたいんですけど今、日本はあの物価高に見舞われているわけですねでこれはおそらく今年後半えあるいはですね来年にかけてもまださらに上がっていくのではないかということで非常にこれはもう心配になりますし今、現にですね苦しんでいる方もね 多いいんんじゃないかと思うんですねでこの物価高には複合的な要因があって一つはまあコロナ禍の対策としてですねアメリカが大規模な財政出動をやったとでその結果急激なインフレになってこのインフレを止めるためにアメリカがまあ利上げを繰り返しやっているとなると当然その利上げした方にまあ投資した方がいいですからドルを買いに行くドル高になるその反作用として円安になると。 円安ににななると輸入コストが上が上っってて物価高になっていくつまり物価に反映してくるというのが1つあります。それからロシアのウクライナ侵攻があってこれがまたいろんな経済制裁が出たわけですけどもロシアもそれに対していろいろ抵抗してくる結果的に今エネルギーコストが上昇していてこのエネルギーコストはさまざまな物流から何から製造からですねえーそのコストが上がってくるわけですからこれもまた物価高に反映してくるというこれがまあ現状というふうにね見ていいかと思うんですが。 そういう中で日本がですね一つやっぱり深刻なのは2012年に第二次安倍政権でアベノミックスを華々しくぶち上げましたよね、はい、これが異次元の金融緩和、はい、これあの,この間も日銀の,の金融政策決定会合があってですね、うん、ここまで円安になっているけども、うん、ちょっとこれ円安止めなきゃいけないんだけど、うん、となると当然、円高に舵切らなきゃいけないから、はい、利上げというのがまあ一つ方法としてあるけど、はい、それはやらないと。はい これどういうふうに考えますか、まあ、しょうがないかなというのも、ね、この状況だと、うんいやまあ、利上げはやれないということなんでしょうねや,、はい、やらないというよりもやれないと、はい、で多分、そこ私は2つ理由があると思うんですけれども、はいえー、まず普通、利上げというのは景気が過熱している時にやるものであるともちろん日本は30年この方不景気がまあずっと続いているわけですから。はいはい えー、言ってみれば何でしょうかねこれはもう死にかけてる人に氷水をぶっかけるようなもんでして、はい、あの大変なことになるよと。はい、でそういう意味で利上げはできない。はい、他方で、えー あれですね、利上げをしてしまうと、うん、その日銀がまあ債務超過に陥るという問題が指摘されているわけですよね。ここ私率直に言ってよくわからないところがありまして 2>,、はい、2つ説があると思うんですね。はい、日銀のバランスシートがでたらめになったら、はい、要するにそれはもう日銀権というものが全般として信用ならぬということになって、はい、円価値が崩壊をするんだという説が一方にありますね。うんうん、でもう一つは いやそれはね全然実は問題ないんだと、うん、中央銀行が債務超過に陥ったからといってそれは一般企業の債務超過と同じように考えてはいけないのであって何も起きませんという説があって、うんはい、これ一体どっちが正しいのか私にはそううよくわからない、はい、ところなんですね、ええ、まあ多分これから証明されるんじゃないかという,う、ね、ところなんですが、ええ、でその辺も。 なぜそういったいわば、えー、見解の相違が出てくるのかというと、はあ、多分、それは中央銀行というものの存在の厄介さといいましょうか、ええ、難しさというところになると思うんですけれども、ね、ちょっとこれ、説明を少し、ええ、しておきますねつまりこのアベノミクスの異次元の金融緩和というのはです、ね、国債を日銀が大量に買い取ったわけですねとそのお金はです、ね、市中銀行の方に流れると。そそのの銀行はそのお金でもって いろんな企業に貸し出しをして投資をしてくださいねって言ってで景気を上げていこうそしてまあ消費者物価をインフレ率を2%に持っていけばこれでデフレから脱却できるという話だったわけですねところがずっとやってきても結局まあ一部の富裕層だけが儲かったとでこのどん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 異次元の金融緩和をやってものすごくお金を出していった、うん、これはあの下手するとですねとんでもないハイパーインフレになるんじゃないかというのが、うん え一つですよね今おっっしゃった、はい、でもう1つはいやいやそんなことないんだと自国通貨でやってるんだから全然問題ないんだよというようなことがこれはリフレ派といわれて、はい、それに反対するのが反リフレ派だった、はい、でも白井さんはこの本の中でお書きになっているようになるほどと思ったのはどっちも当たってない、うん、どっちも来なかったということですよね。ここれななんででななっていうことなんですか どうもだから、うん、でもひょっと,とこれからあの反リフレ派が言っていたように、えー、ハイパーインフレ的な状況になるのかもしれないな,なんともそれはよくわからないんですけれども、はい、あのやっぱり中央銀行って何なんだろうとよく中央銀行の独立性っていうことが言われますよねでしかしでも本当に独立しているってことがありえるのだろうかと。 そうですよね政府があっての日銀ですよ。要するに安倍さんがこういうアベノミクスの、ねえー、金融緩和政策をやるんだと言って、まあ、政権を取って、えーうん、それで、えー、もし、ね、日銀がその従来のいわば生き方っていうのに、ね、こだわって、ね、絶対にやらないと、うんうん、言ったらどうなってたんだろうかとと、うん、そうすると、えー、政府と。 中国銀行が真正面から対立してるらしいぞ、日本はってこと。これはまた大変なことですよね。ですよね。うん、だから、そう考えたときに、本当の意味での独立性なんてないんじゃないのと。ね、だとすると、そ,ね、そもそも論として、ね。ね 日銀っていうのはあらゆるわゆるだから MMT 議論なんかの統合政府論っていうのはいわゆる日銀っていうのは事実上役所なんだっていうまあ議論ですよね。で現にその寛容的に日銀の,その職員に関して日銀官僚なんて呼ばれたりするわけですよね。はいえー、でも他方で、えー、その中央銀行制度っていうのの,の期限というのをたどっていくと。 えー、民間銀行から発してるわけですねイングランド銀行なんかね。はいまあ、もちろんそこはオーケーが関与しててっていうのはこれは難しいなかなか関係があるんだけれども、うん、でもまあある意味民間銀行から発してるがゆえに。うん 政府に対して独立性があるんだっていうような仕組みっていうものがあると、るるだから日本の,その中央銀行の立て付けっていうのも、はい、あの役所じゃないってことになっているんですよね、極めて特殊な法人なんですよね、えーはいで、だから実は日銀の株を買うこともできると、はあはあ、ジャスダック市場に上場されていると。 その中央銀行っていうのは言ってみ普通の市中銀行に毛が生えたようなねものだっていう見方もできるわけですよね、えー。えーえー でだからすごくヌエみたいな存在なんですよ。あ,<ー>ある角度から見ると役所に見える、はい、別の角度から見ると <laughs> 民間企業のように見えるだからこそこの柔軟にですね政府とこう調整、ね、足並みを揃えながら金利を上げたり下げたりして、はい、それからまあ今回みたいに異次元のやると、はい、だからこれから円価値に何が起きるのかっていう問題も<ー>この二面性というところで多分すごく関係をしていて<ー>その民間銀行に毛が生えたようなもんなんだっていうふうに考えると、えー、バランスシートが崩う。 解したら、それは、えええー、西玄金紙くずになりますよねっていう話になるでしょうしこれはやっぱり実質的にはあくまで、えええー、役所なんだとい、ええ、うことになったら、えー、そうならないかもしれない。なるほどでも、まあ、でもその場合も日本国 いや日本人全体というものに対する信任が崩壊したらやはり崩壊するのかとか非常にやっぱりこれななかなか理論的に見て難しい問題を提起してるんですよ、ねええ、なるほど今、紙くずっていうね <laughs> 日銀券紙くずになったら困るわけですけどもその可能性にどっかつながるのかもしれないんですけどつまりこの、えー、異次元の金融緩和をやったとでさっきね話をしましたけどつまりものすごいかお金あのか国債を買い取って、はい、でお金を 市中銀行に流したわけですねでその市中銀行がじゃあ皆さん借りてくださいよ、はい、って言うて出せればよかった、はい、しかし投資先がないから企業も、はい、それ借りないとで結局、ですねこの市中銀行に行ったお金を市中銀行がつまり貸し出せないまま、はい、今、そのお金がどうなっているかというと日銀の口座,、ね、座に戻ってき、ね、戻っていてるっておかしいんですけがこ,これですよね。はい そうするとこのお金が今540兆円ぐらい入ってるとべらぼうなお金がたまり込んでるわけですいわゆるその中銀行は金融機関はあ一定の額を日銀に、まあ、ある種の証拠金みたいな形で預けておかなくちゃいけないわけですがそれはまあそんなにたくさん預けなくていいわけですよね。いいで,ね、うん、でもちろん銀行っていうのはお金貸し出さなきゃば儲けられないわけだから、うん、理想的には。 最低限だけは預けておいてあとは貸し,貸し出しをするというのが普通なわけですがしかし貸し出す先がないとのでえ延々とこの積,み積み上がっていくだって異次元金融緩和やめないと言っているわけですから、はい、ずっとお金を、ねはい、国債を買い続けると。はい お金は市中銀行入ります銀行は貸し出し先がないから日銀の口座も戻っている感じつまり日銀と金融機関の間で金が還流しているだけという状況ですこの数字ってのは非常に量義的でして量義的だというのはこれだからアベノミクスってうまくいかなかったんだと金融緩和やったって景気良くならないじゃないかということのアベノミクスの失敗の。 あの象徴でもではあるんだけど、はい、他方で、ええ、あここにお金が豚積みになって豚積みって言うんですよね収まってるから <laughs> あのとんでもないその物価の暴頭も起きてないんだつまりハイパーインフレが起きなかったのはこの豚積みのせいだつ、うん、まりお金が市中へ、ねええ、だってもう本当にその通貨の供給量からすればとんでもないその増大をさせたわけだから。うん それがその従来と同じ速度でね。回ったら少なくとも4倍5倍ば物価は上がってないといけないそうですよね。ところがならなかったのは、つまり、この金庫の中にあるんだと鉱山の中にあるんだと、はい、で、ただね。これじゃお金ここにあるだけだから、別に問題ないじゃないかと、うん、いうふうには言えない。 とというとここ出てきてきるってことですけど、うんまあ、今、そういう状況ということでしょうね要するに利上げをしなければならないんじゃないかと<ー>円価値を防衛するためにはにいい、えー、でそうするとこれ今、だからこれほとんどほぼ無利子だと、うん、あの超過準備として市中銀行が日銀に入れているものに対して金利をつける必要はないわけだけれども利上げをするとそれに金利をつけなきゃいけなくなるとなるほどなるほどこの5何十兆円に金利をつけてやらなきゃいけない。<笑><笑> そうすると日銀のバランスシートが崩壊するだろうと言われているそれはつまりあの市中銀行に返さなきゃいけないですからね、うん、つまりこれ預かってる状況になってるわけだからいずれ返さなきゃいけないああああじゃあもうそ,その要するにこう信用をなくさないようにするためにはこの金をなんとか <laughs> チャラにするしかないっていう,うん、うん、返さなくちゃいけないんだけれども <laughs> でも何か返さなくてもいいみたいな特例法を作るとかそういうやっぱり結局もうかなり危機対応の ことって言うの、せざるを得ない局面に入ってくるんじゃないですかね。でもう一つ日銀がやばいなと思うのは。その株をずっと買っていて。株の今日本の最大株主。日銀なんですよ。で株式 E. t F. っていうのがこれ投資信託。六十兆円ある。だから一次元金融緩和をやめたら。 これ経済が落ち込んでいくぞとなると株価が下がっていく、うん、そうすると日銀がダメージを受けて結局、円安がまた進んで日本銀行および日本政府の信用がまたなくなるぞと、うん、もうこれ、結局ですね日もサチもいかない状態じゃないかというのがななんんとなくくってくるでですけど、はいうん、でもね僕は思ったんですけどね結局、この異次元金融緩和うまくいかなかった根本原因なんだろうなと考えていったときに。はいええ あの要するにお金を借りやすい状況を作ったのに借り手がいないと、うんうん、でこれはもう貸,貸せないのか貸さないのだかよくわかりませんけれども、はい、よく投資先がなかったからだって言われますけれども、うん、本当かよと思うんですよね、本当に投資先がなかったのかと。はいうん 例えば今頃になって半導体がね、えー、確保が大変だからやっぱもっと国産のも、ねはい、しなきゃいけないんだとか言って、はい、あの台湾の企業に、ねはい、助けを求めてとかやってますよね,すね、はい、あるいは最近気づいたんですけれどもこれ日本の路線バス、はい、これいつの間にか全部中国製になるなときっと、はい、どういうことかというと自動車の電動化ですね、はい でまあ、自動車の電動化ってなかなかその僕は世間で言われてるほど全部が素晴らしいことだと全く思わないんですが、はい、あのそれでも路線バスなんていうのは電動化するメリットはかなりあるんですよね決まったところ走るから充電はしやすいし。はい それからどうしてもあのディーゼルエンジンで動くバスって決して乗り心地のいい乗り物じゃないけれどもモーターで走ってる方が多分ずっと、はいえー、乗り心地は良くなるし、はい、ストップアンドゴーにも強いですから、うんはい、メリットはたくさんあると思うんですよね。はい だから自動車の電動化をやっていくよって言ったときに、えー、路線バスなんていうのはその胃の一番に格好の対象だと私は思うんですが、えーはい、じゃあ日本のメーカーはそれやってるかと、えー、日野とか三菱ふそうとかですね、うん、全然やってないと、うん、なるいと例えば、ね、大阪で阪急、えー、バスが電動バスを動かしてるんですけれども路線バスでこれ、中国製なんですよね。なるほど、えー 中国ではもうどん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 その電動の路線バスの開発やってますんで、ええってことはこれ10年15年後、ええ、日本の路線バスはあ全部これ中国製のバスが動いてるっていう状態に状況になっていってもちっともおかしくないなとこの話はですね、はい、つまりその、ね、結局その異次元の金融緩和をアベノミクスでやりだした時にデフレがずっと何十年も続いてるから、はい、インフレにしなきゃいけない、はい、まあこれは分かりますよね。はい でもそのインフレにするために金融のところだけでやった、はい、本来だったらなぜデフレになっているのか、はい、なぜそこから脱却できないのかと考えたら産業がやっぱり時代に合わなくなってきて需、はい、給ギャップがあると、はい、その産業構造の転換をやりながら金を貸すんだったらいいんだけど、はい、これが全然手がつかなかった、はい、でアベノミクスはもう1つこれ3本の矢で,です、ね、財政をね 出動させるとかですねそれからもう一つ、でしたありましたよね、えっと、成長戦略、産業政策って書いてた、はい、だけど結局やったのはこの異次元の金融緩和しかやらなかった、っこれ,、はいこれな、結局、サボったんですか分かんなかったんですか、意味が。あのー、なんて言いまんしょうかね、えーその、異次元金融緩和をやれば、えーえー、もっともっとお金を借りやすい状況っていうのを作れば、えー、自然と、 うん、そのお金は貸し出されそして投資をされ、えー、伸びていくはずだと、はあ、多分そういう考え方っていうのが、はい、そのアベロミクスを立案した人たちには多分あったんじゃないかと思いますけれども、はあはあ、しかし今あ例えば一つ例を出したようにね、はい、要するにそこに行けばそこに部分そこに お金を通すべきだろうというところに全然日本の企業が、まあ、経営者たちの責任だということに、ね、私なると思います、端的には。なるほどやらなかったわけですよね。すよね要するにそれ多分失敗が怖いからですよね<ー>失敗して責められるよりはあ<ー>あ自分が無事に、えー、社長任期期間を終えて無事な老後を迎えたいとかね、まあ、まあそういう根性でしか人が動かなくなったあるいはそういう根性しか持ってない人間だけが上を占めるようになっていった。は つい先日ね京都で「鈴木敏夫とジブリ展」っていう展覧会がありましてですね鈴木敏夫さんにとりわけフィーチャーした展覧会があってそれを家族で見に行ったんですけれどもその中でですね徳間書店の徳間泰吉さんがです ことも紹介をされてまして、あ,はい、あの徳間、まあジブリとね、ねななあ<の>、はい、もう本当に、あの支えた、大物ですよね。はい、で、その徳間の親分の口癖っていうのは、何であったかっていうと、心配すんな。 金なら銀行にいくらでもある。なるほど。で、ええ、まさにアベノミクスは。ええ、金なら銀行にいくらでもあるっていう状態を作ったわけですよ。まさにまあ、そこはまあ、それはそれでね。そ<う>だけど、それを借りるための産業政策。まあ、これ財界も問題だったんでしょうけど。そっちの方向でね。 国がやっぱり政治が誘導していくってこともやらなかったんですけどうなん、うんうん、ですかね。それねもちろん政治のせいもあるんだけれど、ええ、僕はもうこれ政治のせいだけとは言えない状況にあると思いますよ。経済人の問題。問題経済人もありますし、ええ、うんなんていうかもう日本人の、うん、全体のその<ー>心の <laughs> <ー>萎縮。 バブルが崩壊したなんに総量規制をやってこれやりすぎじゃないかって一時期言われたわけですよ、みんな萎縮しちゃってあんなバカみたいなことになったもんだ今度は逆に萎縮してね厚物に懲りて生巣を吹くじゃないですけどもうそこからつまり新規のことをやらなくなっていく現状維持ができれば自分の何年間かの社長在任期間が過ぎて株価が落ちなければどうぞ次の方みたいな。 こんなな感じにメンタリティっっちゃったなってると思いますねそれが何十年も続つまり30年続いてるっていう,、はい、もうだからねデフレなのは経済だけじゃないと魂のデフレーションが起きてるんだと魂のデフレーションちょっとここでボンとこう <laughs> テロップを打ちたいぐらい <laughs> 確かにそれあるかもしれませんねでもそれ加速させちゃったのは安倍さんのところだったのかなっていうちょっと安倍政権のですねこのいわゆる2012年体制を考える時の一つのね 8年ぐらいありましたけどどんなことがあったのかということをかなりでたらめの外やってますけども見てみたいと思いますけどね第2次安倍政権発足2012年の本当に年末に発足したわけですがアベノミクスを発表してまあこの辺はね非常にこう威勢よくスタートしたんですがまあその後もいちいち読みませんけどちょっとこうテロップ流しましょうかねアンダーコントロール宣言があって五輪をとにかくやるということでこれを承知に成功するそれから特定秘密保護法の強行採決 これ私あの国会前に行きましてねもう本当にこれが今日深夜の強行採決でしたけど決まった瞬間のあなんと言ったらいいんですか真っ暗闇の心みたいになった <laughs> <laughs> これが本当に今でも忘れないんですけどねここから始まってますね、いろんな強権的なことが消費税を上げてまあそのあとさまざまなですね本当不祥事がいっぱいありました。 この小渕優子さんは確かドリルでパソコンを壊したんじゃないかと証拠隠滅を図ったんじゃないかと言われてますけど、はい、まあその後、いろいろありますね。ちょっっと次のページに行ってもらえますか、まあ、伊藤詩織さんの事件で山口竜之 TBS の元記者だったんですけどこの人がまあ逮捕寸前で、えー、しかし突如、逮捕できないという状況になったりとかあとかあ森友問題、うん、もうこれは今でもを引いているわけですよね。うん それから桜疑惑もあったりします。この後出てくるんですが、共謀罪を成立させたりということで、もうちょっとこれ。それから消費税も2回上げてますから、2019年に消費税が上がっているつまりですね。安倍政権になる10年前は5%だったんですよね。はい、消費税ってね。それが今10%でこれだけみんなひいひいって、はい、この消費税を。 一旦少しでも5%に戻せとか、あるいはもう完全に廃止しろというのが今、参議院選挙で野党側がこれを押しなべて野党側は主張しているということでなん、まあ、ですかね、ここで本当にいろんない,いいことはやっぱりないというかの感じないですよねうどうですか、これ、白田さん、これね、改めてでまだこ,のここに書けなかったこともあるんですけど。 例えばここでちょっと漏らされているのは統計のどうも数字がいろいろと改ざんをされているというこれ部分的に出てきてますけれども多分本当はもっともっとありそうですよね GDP のいわばかさ上げをやっていると要するにこれもアベノミクスが成功しているんだという偽のいわばプロパガンダをやるためにやってるわけですよね。 もう本当にこれもうに落ちちにたとそうですね、うん、で<ー>要するにこんなもう率直にね普通にただまっすぐ見れば、ええ、もうただの不襲を放つ汚物でしかないものをね、うん、なんかわけわかんない理屈をつけて、ええ、決して悪くないんだみたいなことをね、えええー、アクロバチックな理屈をつけて、はい、擁護する。うん もちろんそれはああネトウヨ系のね、ええ、あのー、劣化した諸君はその先頭に立ってるわけだけれどもまあいわゆるね、えー、学者とかあの、はい、ジャーナリズムとかねいわゆるそういう知的階層の中にもそういういやしいのがものすごく増えてきましたよね増えましたね、えー、だから本当にそれをこう批判して追い詰めていって責任を取らせるということは昔に比べたらできなくなったなっていうのが。うんうん あのすごく強く感じるんですけど、うん、このあとにもアベノマスク使い道のないアベノマスク作ったり、ね、それから星野源の動画に合わせてステイホームの,あのバカな動画を作ったりというのもこの中にあのこ書いてませんけど出てきたりもうとにかく本当に何ですか何かこうダムの堤防を一番やっぱり検察はなんでこの人を捕まえないんだという、ねうん、話があるわけだけども。そうですね もう私のその聞くところによると捕まえない理由というのは一つ一つの案件がしょぼすぎて総理の犯罪として挙げるわけにはいかないと、はい、<laughs> えいや確かにそう言われりゃそうなんですよ、えーえー、森友学園の、ね、やつだってね、はいえー、なんかまあ国有地のねちょっとじゃ払い下げの問題じゃないかな、えー、でせいぜい、えーまあ えー、なんかよくわからない右翼のおっさんをね<ー>、えー、優遇してあげたということにすぎないと<ー>で加計学園事件もね、えー、まあ国家的な問題とは言えないと、はい、でいわんや桜を見る会ってね、はい、<laughs> まあほとんどどうでもいい<ー>、えー、話だと、はい、でそれこそだから六喜怒事件の時、えー、だったら、えー その田中学栄をやるというのはやっぱり相当の,やっぱそのハードルだったんだとこ、はいね、これれだだけけけのこととからやらやななばいけないとそ逆に言えばそこまででなければ、えーまあ、厳密に、ね、その法律を適用してると,、えー、するということをやっちゃったら政治家は結局政治が事実上できなくなっていくことになると。 でそれはある意味だから日本国家を破壊するることとになると、はい、だから、えー、首相の犯罪っていうのはあの相当大きくないとやらないというのがどうも<ー>その検察の考えの根底にあるみたいなんですけれども私はやっぱりそれは今の状況に対して間違ってると思いますよね。安倍晋三さんのスキャンダルっていうのは、えー、あのどれ一つとして何、えー、というかな あのの時代を隠するようななももが何もないんですよ、はい、ロッキード事件はやっぱりあれ背景にはえ日本の対米従属の問題というものが、はい、そしてその親米保守自民党との非常にまあ,あ黒いつ,、はい、つながりの問題っていうのがあった。はいええはい えー、あれ本当はね、ええ、中曽根さんですからね。本というようなとんでもないやっぱ大きな闇を抱える事件、はい、あるいはリクルート事件、はい、あんなことがなぜ起こったんだろうかとあれはその情報産業という新しい産業が、はいえー、あの頃はまだいかがわしい存在だったわけだけれども。はいえー えー、実はあれがそういった産業がそれからの資本主義の主役になっていくわけですよね。はいはい、でそうやって主役の舞台を上がろうとするために金をばらまかざるを得なかったっていうような、はい、そういうある意味それに対して安倍さんの数々のスキャンダルっていうのは、はい、どれもこれもただ単にくだらない。 そうですね。わけなんですよ。そうですね。ええ、時代を隠するところで起きたというよりも、まあ自分たちのこう演技みたいなを大事にしていく中で腐敗が起きている、はい、ということですね、はい。だからその検察はやれない。 こんなケチなことでね捕まえることにはわけにいかないって思ってるんでしょうけれどもその判断はおかしいと思います、ね、そのことがこのますますね次の犯罪をねつまり腐敗をよん呼び込んでいったそうなんですまさに地理が積もれば山となるというって <laughs> そこのいわゆる社会の乱れに対して警察がですね検察がきちんとそ,のそれを罰してね行くことによって一定の秩序規範が保たれるというのが私は検察の役割だと思うんですけどそれも検察はやらなかった分かってなかったんです ですか。それ分かってて、これはまだ検察側としても安倍,安倍政権に忖度していったところがあるんじゃないのかっていうのがね。うん、言われてるわけじゃないですか。よく分かりません。よくわからないですけどね。なんかそんなこう一体化つまりいろんなものが一体化したんじゃないかといに我々はどうしても見ていきがちになるんですけど、ここもよくわからない。うん、いずれにしてもなんかもう体制が三権分立と言いながら、全くこの三権分立のあの機能が、はい。 もう麻痺しているような状況に陥ってしまっていた、ね、ということですよね。えー、で、えー、これ安倍さんその後,その後ですねアベノマスクの失敗があったというアベノマスクの失敗というよりコロナ対応がうまくいかなかったということ,ことがあってですねまあ具合が悪くなったということで <laughs> やめましたまあこれ本当に具合が悪くなったかどうか今にして思えばあの病院に入っていくシーンをですね、うん カメラに撮らしたっていうことは <laughs> つまり、あなるほどなというのは、ね、分かりますけども、まあ、とにかく病気辞任みたいな形になったこれまだ診断書出てないですよね、全然、ね。あれだで菅政権へと引き継がれていくわけですけどもここのところもまあ,ある種、談合的になっていった、はい、で対抗馬として石破さんがいたんだけど石破さんは本当に完全に外されたような形というか。うんまあ その他の自民党の派閥によって完全にこうついしえた、えというね結局なんですよね石破さんという人は自民党の中である唯一の2012年体制の中の異分子だったったてことですよね、ええ、そうですねええやっぱり安倍政権劇の時から、ええ、まあかなりあのーええ、批判をしてたわけなんで、はい、だから その菅さんが選ばれた時っていうのは菅を選ぶということ以上にどうやって石破を殺すかと政治的に抹殺するかというそういう力学が働いていてましたよねねそうです、ねうん、私ちょっとある時にこの石破さんにインタビューした人にちらっと話を聞いたことがあったんですけどもうこんなにあのなんていうか自民党の中で冷や飯を食らわせるとは思わなかったと。はい 言ったって言うんですよこれはその実際のこう録音する現場では言わなかったはい、はい、舞台裏で言ったという話なんですけどよほど答えた、はい、もうだから完全潰されたということですよね、はい、まあそれはつまり石破さん的なものはいらないんだと、うん、この体制にとってこいつは邪魔だと、うん、そこにあの白井さんはこれ構造が潰したって書いてますが、はい、構造ってですかつまり腐敗している体制そうですもうそうそいう構造です,です。はい あはなるほどねでだからそれで安倍から菅へもそうだがそうだったし、うんうん、そして菅から岸田も結局それだったわけですよね。そうですよね、えー、要するに、えー、石破さん的な立ち位置っていうのに近い感じに河野太郎さんが今度はそのいわば項目に入ったんですよね。 なるほど河野さんはちょっと何をやるかわからないからつまりこのタイ、まあ、あれですよねイージス・アーシュアも突如ね、うん、やめろって言ったの河野さんでしたよね、うん、で安倍さんもびっくりしちゃったっていうぐらいだから、うん、何かやっぱりこの構造体制にですね、えー、突如なんかひびを入れるかもしれない、うん、そういう存在に見られたってことなんですよね。うんうん でしょうね。またある意味ね、これね、あ、そのある種のまあ構造主義的な考え方あるいはそのかつての山口正夫さんなんか言ってた中心と終焉のね論論理みたいなね、考えると、実は2012年体制そのものが自分の内側に異物を抱えるこむことを望んでいるっていう節がありますよね。ああ、なるほど。要するにそれをがいるんだよということをいわば外にアピールすることによって。 をあ,あのじ多様性があるんだっていうふりができるなで。なるほど。河野さんはその多様性の一つのコマとしてある時期までは働いていた。しかし構造全体を変えるにはお前はダメだよっていう。そう構造全体はもちろんあの変えてもらっちゃ困るわけですから、えー、少しだけ盛り上げて、えー、あとはおあの <laughs> 引き上げてもらう用済み,用用済みになった菅さんはその河野さんを買っていて河野さんはこう次に行って思ってたんだけどで自分は後ろからイン鑑とトと思ったけど、うん、これ潰されて、うん、結局菅さんの影響力もそこでまあ、ね、かなり減ったということですか、ねあまあ、だからそのこ,うこの体制を受け継ぐキャラクターとしては一番岸田さんが安定しているっていうことで岸田さんが選ばれたっていう。 じゃあもう見事にそのちゃんとそれを受け継いで今政治をやってるしかも岸田さんはその危険なその安倍菅さんのようなですね、はい、何を言い出すのかとかねまあ、なんか非常にこうこわもてだったりとか嫌だなと思うような感じがないとこれが逆にねそうですね岸田さんのまた一つの手,手というか、うん、し,しんどいところですねこれ国民にとってはねまあ プラスしてちょっと付け加えるとですね結局だからポスト55年体制っていうのは健全に成立しませんでしたねっていう話を先ほどしましたけれども、はいはい、そのポスト55年体制が目指したのはまあ二大政党制っていうのは、まあ、手段なんですよね、うん、ある意味、はい、でじゃあその手段で何を目指すのかとそれは政治主導であるって言われてたわけですよね、はい、で、えー、じゃあ政治主導ってのはどうなったんだと。うん 一方では確かに、えー、あの内閣人事局ですか、これはある意味政治主導というものが制度的に、うん、あの確立をするというところまで来たわけですよね、はいはい、じゃあ実質的にでも政治主導ってされてんのと、うんあのー、全く逆だと思いますね。ていうのは安倍政権期にいわゆる官邸官僚というのがやたらに注目をされましたけれども、はい、まあ代表があの経産省の今井隆氏ですよね。 で、経産省内閣だというふうに盛んに言われましたよね、ええええ、安倍政権は経産省が支えている、はい、でそれから警察官僚ですよね、ええ、北村さんとか、はい、北村茂さんとか、はいえー、杉田和弘さんとかね、はい、こういう人たちですよねでこんなに官邸官僚ってやつがクローズアップされること自体が異様なわけですよね、はあ、そうですよね本来官僚っていうのは匿名的な存在なわけですから、はいええ でだからこれが何を物語っているかというと、実は政治主導というのは全く表向きの話であって、えー、その実態は特定の官僚による専制的な支配だということがポイントだと思いますね、うんはあはあ、今、ですねあの岸田さんになってから、経産省は、はい、の官僚はいなくなっているというかね、主導権を持てなくなっているわけですね。そのの代わり財務省の官僚が えー、しっかりと後ろについている、はい、そういう中から今出てきているのが消費税を上げていくんじゃないかという話があるわけですね。はい、となると本当にやっぱりここで官僚がしっかりと違う官僚を、ねうん、別の省庁からやってきて彼らが動かしていくんじゃないのかとそうですねそ,れでそうならざるを得ない必然性、えー、ということは、ね、まず一つには政治主導をするためには えー、政治家が官僚をこう指導しなきゃいけないわけですよね、言、はい、うことを聞かせなきゃいけないわけですよね、えーえー、でしかし、高級官僚に言うことを聞かせるって、これ、大変なことなわけですよね。そうですよね情報は相当の基本的に非常に、まあ、あ能力はね、えー、高いと、えーお、ある意味で高いところがあることは間違いない人たちであり、えー、そして何らかの分野のスペシャリストであると。はいえーで そういった人たちに言う納得をねえ<っ>させて、えー、その言うことを聞かせるというのは、はい、やっぱりその政治家自身に高い大変高い能力高い見識が必要なわけですよね。はい、で、はい安倍さん、でもあるわけないじゃないですかという,う話だからえ<っ>逆に、えー、官僚にオンブリタックルになるしかないわけですよね。だから今井ちゃんは天才だとか言って。 やってましたよね。そうですね。で、だからその他方で人事権だけはもうあものすごい権力で左右できるようになったわけですね。政治家はね。そういう空間で何が起こるかっていうことですよね。まあ要するに忖度をしてようやく飛ばされないようにする人事では動かさね飛ばされないようにする。でそこはまああの従っていってまあ。 えー、丸も賭けと言ったり賭けを丸と言ったりも平気でやると、うん、つまり官僚としての仕事を果たさなくなっていくということはありますよ、ねうん、やっぱりモラル面そして結局モラルが能力にもね結びついてくるんだろうと思いますけれども。 その点で非常にまあ怪しい人たちがね結局、のし上がっていくようなそういう状況に霞が関は、ね、完全に森友問題の時の佐川さんとかってもねもうその典型でしたよね、それ以外にもありますけどね、だから今、特に若手が霞が関がんがんやめてると言,言われますけれども、それは当然のことだと思いますね、そんな腐った職場にね、あれはいたらそうです、ね、今、官僚の話が出ましたが。 この白井さんがこの本の中でお書きになっているのが要するにこの2012年体制を支えるものとして野党の弱体化も一因だと書いてあって、はい、この今、野党をやってます、ます、あ、民主党今、民主党は、ね、立憲民主党と国民民主党に分かれてますけど民主党が政権の時に、えー、あに官僚から要するにだ騙されたようなことがあったと。はいはい これあの私も鳩山さんから直接聞いたことがありますす、はい、すごい話ですよね鳩山政権の時きに、ね、起きたことが、ねはい、ちょっと説明しますと普天間基地の移転に関してですねこれ今辺野古を作っているわけですけど普天間を最低でも県外にということを言ってみんながすごい、これはなんかあの、えー、今までなかったことをね鳩山さんは民主党になって言ってくれたなと最初は思ったわけですけどもそれを急遽おしばらく経ったらですね いや、それはなかったっていうできません。みたいなことを言ったんですが、その裏に何があったのかっていうことですよね。この辺ちょっと説明していただけますか、ね？はいええ、あのー、要するにですね。鳩、えー、山さんが最終的に、えー、あのー、まあその。 最低でも圏外っていう公約を、えー、放り出すというか断念するきっかけとなったのが、はいえー、外務省から見せられた1枚のペーパーであると、はい、でそれは何が書いてあったかというと要するに米軍の見解っていうのが書いてあるんだけれども、はい、その米軍の,その訓練のやり方に関する内規で、はい、そのヘリがヘリコプターの訓練なんだけれども、えええー、そのヘリコプターが実際訓練をやる場所と、えええー、その これ徳之島って書いてましたね確かねそのあれですね飛行場それそのヘリが所属する飛行場それの距離っていうのが何マイル以内という百二十キロとかって百二十キロ以内でなければいけないと書いてあるそうそうそうだから物理的に無理なんだと県外にね持って行った時には無理なんだよということではい言われて鳥山さんできませんよとアメリカとの取り決めがあるんだということだったんですねそういうことですねそれでとどめをさせる形になって 断念を表明してそして辞任ということになったんだけれどもどうもその後、よくよくこれ調べてみるとどうもその書類がおかしいとははなんこれは不審な書類だと。ええ ということで調べてみたら、はい、この書類は要するに捏造されたものであるとこれがすごい話で、うん、これあの視聴者の方も初めて知る方がいらっしゃると思います朝日新聞がこれを書いてるわけですね、えー、スクープとして多分出たと思いますが、はい、アメリカ軍の司令部に朝日新聞が取材しているわけですよね、うん、そういうことがあったのかと、うん、つまりヘリコプター部隊との距離が一定の距離を離れたらそれはダメだからということで、うん、っていうのは取り決めがあるのかと聞いたらそんなものはないと、はい、基準はないと言ったと。はい これ完全につまり騙されて、それで要するに前言を翻して、鳩山さん何言ってんだと、もう情けないねって言って。一気に人気加工していって、政権投げ出すんだよね。これ本当に見事に、これが本当だとしたらですよ、でもおそらく。そういうことがあった可能性高い。いや、そうだと思いますよ。だからね、やっぱりすごく私思うんですけど、ポイントは何かっていうね。はい。ええ、ポスト五十五年体制を作ろうという時に。 官僚主導から政治主導へということがアピールされて、はい、そしてやっぱりそういうことが言われたことの背景には日本のの官僚制に対すすする批判というのがやっっぱりすごく高まってたからですよねそして結局ポスト55年体制はまともな形では成立せずその代わりに2012年体制が成立をしましたと、はいはい、これは結局何だったんだろうかたら、うん、要するにこれは官僚が批判を90年代なんか随分批判されていた、うん。 日本のね官僚機構っていうのが完全に力を取り戻したっていうことですよね自分たちの独裁的権力っていうのを取り戻したと。っていうかもう独裁的権力かつて55年体制ではまだ自民党の政治家だって今よりしっかりしたわけですから官僚機構との拮抗関係っていうのがあったと思いますけども今はもう腐敗した専制政治を実質的な官僚がやってるっていうね。 そういうい状況だと思うんですよだって最近官僚批判官僚性批判っていうかメ,メディア上でもあんま出てこないじゃないですか昔はあれだけずいぶん日本のメディア官僚だらけやってたのに、うんはい、今はもう。 出なくなくりましたつまり官邸の中で、ちらちらかんあの、まあ、安倍政権の時ですね。今井さんのあれ、はい、名前なんか出てくる顔も出てきて今井さんはやり手だとか、ね、すごい人だとかあとそこに警察もいるぞという話になってきてあんまりそこをいじれなくなったという、ね、い<や>そんな感じで,できましたねよ日本のメディアは総じて官僚に対してものすすごく甘く甘なっってしままたと思いますね、うんあまあ、取り込まれていろいろ、ね、政治部記者の話なんかも聞くとやっぱり取り込まれていくところもどもあるようなんですが。 あのこれね結局その戦後もですねいろいろ今55年体制の話が出てて2012年体制移行していくまあその間にいろいろあったわけですが白井さんはこの本の中で3つの,その世代に分けてるんですよねで戦後第一世代第二世代第三世代とでここで面白いなと思ったのは第一世代まあ吉田茂とか岸信介あたりがまあ中心ということなんですが。 台北従属これはもうあの逆構成が始まったところからですねえずっとまあ台米従属なんですけども台米従属をやりつついつかは日本も自立してやるぞ、うん、まあ下手すると核まで持ってやるぞぐらいのことは考えてたわけですからね <laughs> それくらいの時代があったとところがまあ時代が減るに従ってまあ日本も安定してくる中で中曽根さんが第二世代のところにあたる、まあ、1980年代半ばぐらいからなりますね。これはまあいわゆる 日本の戦後の国体というか、えー、まあ国の体制がですね、安定期に入ったということで、まあ長曽根さんもかなり自立派の人ではあったかもしれませんが、ここはあんまりもうアメリカに逆らうことはだんだんできなくなってしまっていたということですまあ不思議ですよね。えー、石原慎太郎さんなんかだってね、えー、ノーと言えるとか言って、あ、やってましたね。ねね一時期はね、異性、えー、よくやってたのに。えー あの晩年にはねえー、アメリカのね保守系のシンクタンクところに行って尖閣諸島はね東京都がね,ね買うんだ買い上げるんだなんてぶち上げて、はい、褒めてもらってえに行ってるわけですからす、ね、ああなんというか昔は元気よかったのになみたいな気がするわけですけれども、ねね、中曽根さんだってそうのそそ,そのサイテものですよね、えー、まあロンヤス関係をやってね、うん、あのあそこの日の出村のね、はい、東京の奥多摩にありますが、はいはい、あそこへレーガン大統領を呼んで まあ和服を着て、ね、はい、お茶を立てて,てね,ね。若い頃はね、その、えー、マック憲法を守れるわ。条件降伏続くなりなんて言ってたのに <laughs> 言ってましたけど。だから、まあ、ねえ、まあ、弱みに言いられたのかなとも思いますよ、ね。そうですね、まあ、日本の経済が安定して、これ、バブルへ向かって。い 時代ですよねねちょうど、ねうん、だからまあそういう中で中曽根さんもそういうその独自性は出せないままだったとそして、えー、あのいわゆる東西冷戦が終わっていく東西対立が終焉して、まあ、平成の時代があるわけですけど今、えー、白井さんは戦後第3世代、まあ、安倍晋三というのが代表ということになるわけですけどもうこれはいわゆるその対米従属のための対米従属。はい、でももううなんか目的となんていう手段がもう むちゃむちゃになっちゃったというかですね <laughs> もう自己目的化しちゃってるっていう感じです、ねえー、まあそしていけたら自己保身ということですよね、えー、なるほど自己保身のための体重ですこれ結局ですねさっきのこの経済がだん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 全然もうあの平成の30年間ね何もできなかった、えー、賃金も上がらなかったというとこに代表されるわけですけど目標つまり国家目標とかですね、はい、どういうふうに変えていくかとかですねもう見失っちゃったとしか言いようがないような状況ですよねこれは、はいはい それが第三世代なんですうね。もだからやっぱりこの人たちの、えーまあ、ご美味しいご飯をを、ね、食べ続けられるようにただひたすらしていると。えーえー、でそのね安倍さんなんかねここ見てるとねすげえなと思うんだけど、えー、というのは安倍政権の後期は、えー、実は対米従属を相対化する。 方向性っていうのを実は出してたわけなんですよね。例えばどんなことですか？代表的な何といったってロシアう、ね、そうですね。すねもう二十七回あってますからね。うん、ねだってあの時もうクリミアのね問題があって、うん、アメリカはまあ対ロ強硬の姿勢というのをまあガッと見せてでその中であえて日本はロシアとこうあの交渉しようと言うんだから、うん、アメリカがいい顔したはずがないんですよね。うん でそしてそれから中国ですよね。はい、これコロナで流れちゃいましたけれども、二、はいね、年前、二千二十年に、はい、本当は習近平氏が国賓として来るはずだったんですよね。そうでしたよね。ええ、二十、ええ、年の四月ぐらいの予定だったんですか、はい、オリンピックの前というのを予定したね、はい。そうですね。そしてオリンピックを持っていこうというかね。ええ、でその間、トランプ政権もそれからバイデン政権だって。はい そのアメあのやっぱり米中関係っていうのはね <割と S 1> 相当バチバチ、はいえー、やってるわけですから、はい、だからそう考えるとる安倍政権の後期っていうのは、うん、前期はね割に対米従属強化なんだなということで分かりやすかったんですけど、はいえー、後期になるとどうもそれとは違う方向を見せてたんですよねでそしてだから経産産業省もそこ関わってるんですよ。経産省は その霞が関の中では比較的対米従属派ではないと、ええ、っていうのはやっぱりエネルギーのことを考えますから、うんすね、エネルギー確保を考えますからアメリカだけに頼るんじゃなくてね、ええ、やっぱりロシアあれだけ原油とガス持ってるんだから、ね、ロシアとも付き合わないわけにはいかないだろうと、ええ、でそれに対して外務省は嫌がるわけですね。あ、はい、んなんダメだと、ええ、あいつら、ええ 熊どもは信用できないと、うん、こういうわけですよね。<laughs> で、それだからもんだから、<っ>あの安倍政権の下で、退路交渉っていうのは。経産省はね、外務省じゃなくて、経産省がやってるっていうような,な。外交交渉を、進行形まで展開された、わけですよね。そうですね。だけど。はい 結局その後じゃあどうなっていったかと安倍さん、首相を辞めた後ね何を言い出したかっていやもう全くあの今度はもう仮想的みたいなことを言ってますよねそうなんだなとこれはそう一貫性っていうのはねどこにあるんだとあんたの立場っていうのはどこにあるんだって言いたくなりますけれども、はい、あでも論理的思考っていうものと無縁の人っていうのは。 すごくある意味楽なんだろう <laughs> 自分の政権を維持するためにはもう右でも左でもみたいなとこですよね、まあ、そういう意味ある意味それは柔軟かもしれないですけどもううコロととと変わっってしまったというとこですよねでもこうやって見てくるといやーちょっと全然良くなってない55年体制がいいとは言いませんがしかしまだ何か軸があったっていう感じがしますが日本の経済もこう落ち込んできてでこれ見てたらもう本当に失われた私もう10年だと思うんですけどね。 それを普通だったらこれ変えなきゃいけない、はい、ちょっと大変だとこれはもうちょっとまともな方向へというところへ行かなきゃいけないんですけどさっきちょっと有権者の話もしましたがずっとつまり支えられている一体何を見ているのか政策を見ているのか政策を見てたらまずいと思わないのかと思うんですが、うん、白井さんここのところでこの有権者が。 あのつまり、政策なんか見てないんじゃないかと例を挙げててコンジョイント分析っていうのがちょっと書かれてるんですがこれ、どういうことなんですか、はい、これですね、はい、あの堀内優作先生という、はい、アメリカの大学で研究している日本人の先生が、はい、えっと昨年の末の衆院選を受けて、はい、そして、えー、調査をやってみた。はい

そこに政策のいくつか分野をね原発、外交、対応性、経済対策というような具合に政策をグルーピングしてそしてその中に実在する自民党とか立民とか共産党とか公明党とか実在する政党が実際に選挙で掲げた政策をランダムに入れていくわけですね。なるほでそれで政党1と政党2でそれぞれ政策一覧表ができると。 あなたどっちがいいですかとで1回2回を選ばせるこれをいろんな人にものすごいそしてこれをもう項目をね入れ替えまくってその多数繰り返していくんですよそんなことをやって何をやりたいんだというと要するに政党の名前を抜きにしてどういう政策が支持をされているのかっていうことを調べる調査なんこと。は何 だっったかていうと自民党の政策っていうのは全然支持されてないっていうことだったってことなんですね。第一段階階自民党が本来出してるやつを名前を出さずにここに書いたら自民党の政策はほとんど支持されなかった別の野党系だったかもしれないしということですよねこの5つの分野の中でビリとかビリニとかばっかりだと。でそれでじゃあなんでね自民党がそれでも勝っちゃうんだろうか。 いうとつまりそれは、えー、あ全く政策ってものを有権者は見てないんだってことが分かったってことですよね、一つには。そうですよ、ねはい、つまり自民党が出している政策は名前を消してやった場合には支持されてないということだからうう政策を見ていたら。はいはい 自民党に何か入れないので、だけど結果的には自民党が選ばれてるということですよね。それが分かった。そうなんです。でもう一つ実は調査をやっていて、この時やはり同じようにこの二つのね政党の政策一覧表を出すんだけれども、そのうちの一方を自民党として出すんですね。ああ、なるほど、なるほど。そうすると何が起こったかっていうと、どんな政策でも自民党の政策として出されると大きく支持が上がる。と。これは。 例えばね、<laughs> 外交・安全保障のね共産党の政策は、これはまあ非常にえ他の政党と際立って違うものであって、それは日米安保体制をやめると言ってるわけですね。で、これはその純粋に政策として見た場合、極めて不人気なんですね。ところが、これも自民党の政策として出すと、支持が過半数を超えると。というぐらい、とにかく自民党ブランドのこの絶大性がね、これ、証明されたんですよ。 もう私ね自民病っていうのはあるんじゃない <laughs> もう自民病にかかっちゃってるんじゃないかと最近思うんです何ですかこれ宗教ですよねこれねここまでつまり、まあ、ちょっと自民党ゲアした時もありましたけど、まあ、戦後ずっとねその55年体制から始まってずっとまあほぼ自民党が取ってきたわけですね政権もう変えたくない、うん、この安定感が、うん、多少いろいろあるかもしれないけど、うん、自民党以外ないんだと。うん というふうにだからまあだから日本の残念ながら有権者の標準的な有権者っていうのはえ政策なんていうものはまあ,あれで見てちゃいなくってえ選挙っつったらまあ自民党に入れるもんだというふうに惰性的に投票しているっていうのが日本の有権者のかなりの数だということがまあ残酷にも明らかになったと。 興味深いその分析ではありますが、非常に衝撃ですね。はっきり言ってしまえばね、そんな社会で選挙とかやっても意味ないんですよね。今度最前ですけど、えー、まあ、もう今回の選挙もね、ほぼ決まったかのごとく言われてますが。うん、まあ、そう、そういうことは言いたくはないですけどね。でも、まあ、今の話から言ったらね。あの、ソ連のね、選挙にそっくりですよ。 ロシアですかソ連のよくだからソ連にはね民主主義がないからダメだ独裁だって言われてたけれどもソ連の人に言わせるとそんなことないとちゃんと選挙やってたというわけですよどういう選挙だったかっていうと全部信任投票なんですよで信任不信任ねどっちもね自由に選んでね書くことができると投票の秘密もあるぞとねどこがちゃんと民主主義やってるじゃないか そけど,<の>どういうふうになったかっていうと信任の場合はね普通行って入れればいいんですけどもあの,あの信任の人はね「あのじゃああの別室にねちょっと行ってください」と。 カーテンで関わられたところがあってでそこであの書いてそこで出してくれた <laughs> 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 だから不審に入れたやつは全部分かっちゃうけどわけですよ。いやだけどなるほどねだから実質的には選挙はな,い挙なるほど。それでソルデニーチンの「収容所群」と読んでいるとソ連のスターリン時代の日常生活のことがいろんな細かい話詳しい話が出てきて興味深いんですけれどもその時に選挙の話が出てくるんですよね。はい そこででいかにまあだから自分たちはその実際のソ連の政治がどんなものだったのかということをね分からずにどんだけ自分はバカ自分たちはバカだったかということをそれて反省して残機の思いで書いてるんだけど、えーえー、そこで言ってたのはな,んだなぜだか知らんが選挙の日というのは祝祭的なムードっていうのがあったと。 祝日みたいなねはあ、はあ、お祝いの日みたいな感じでそれで投票所にはなんかみんな一応ちょっとおしゃれしていくんだ、うん、<laughs> おしゃれしていくっていうのでと行くと近所の、ね、人がいるわけじゃないですかでそうするとあの挨拶をするときに必ず「おめでとう」「選挙おめでとう」<laughs> <laughs> って言うんだとそういうのがソ連の選挙だったと。 <laughs> だけど要す <laughs>、ね、るに日本の選挙とね結果としてみたらねそう,そういうことになりますしこ、ね、だって自民党に対する信仰を告白する場でしかないわけですよ、ね、これだけど民主党の時一回民主党にわ、ね、っと言って自民党もうボロぼボロになったじゃないですかでそれでやっぱりだめだったねっつって、うん、もうこれでよりまた自民党強固になったという、うんうん、なんかこう。 雨降って地固まるみたいなうんで、はい、だからまあそこは本当凄まじいのは、ええ、あのオリンピックの醜悪さを見せつけられてもね、はい、原発事故の処理のデタらめを見せつけられてもね、はいえー、そしてコロナ対策だってね、はい、デタらめですよそ,うですそれ全部見せつけられても自民党しかないと。 いやーこれ白井さんが、ね、あの時々おっしゃいますがもう小手先では、ね、変えられないという状況はう、うん、何かをこう変えたからとか制度をどうしたからとか何かを言ったからとかもうそういう、ねうん、スキャンダルが何か起きたからとか、うん、そんなことじゃもうないんだ、うんはい、非常に多重多様な困難が折り重なっているからいわゆる構造化された愚かさって書いてるんですけどこれは、ね、本当にそうななのかなと、うんまあ、でもそういうことを言うと。なんか、えー もう諦めてるのかみたいなことをまあたまに言われることがあるんですけれどもそういうことじゃないんですよねそういうことじゃなくてまず今ある現実を認めなきゃいけないでそして例えば政治の世界で言えばねやっぱり山本太郎さんなんか僕すごいなと思うのはそのような状態に対して生命力がね減退をしてもう全てを諦めているような状態って そういう市民社会っていうのがあるわけだけれどもそれに対してもがんと呼びかけてるわけですよね。で,ねでやっぱりそれをやっている政治家であるという意味で、えー、他のやっぱりもともと永田町から出てきたような、ね、<ー>野党の政治家とはやっぱり根本的に違うと思いますね。えー、そうですね<の>まさにに本当に市政から出てきた だからやっぱり本当にこうなんていうかな言葉をちゃんと怒りを持って届けようとしたら届くんですよね、はい、だからだんだん、もちろんあの山本さん、まだまだねその令和は少ないかもしれないけども明らかにその聞いている人の表情とか違うんですよね、これはもうなんか言葉ばの力が違うんだろうと思います別に令和がどうこうということではないんですがそうするとですねまあ本当にこれ今の状況を変えるってなかなか大変なんですがやっぱ諦めないってことなんでしょう,かね,うね。はいはい それに諦めることが大事ですし下手にごまかさないってことだと思いますよ。ええうん、要するに、ええ、今の状態っていうのはね、ええ、悲惨の極みでしかないよと。うん、でその政治的無関心社会的無関心も社会は存在しないかのような生き方、うん、でそれがですねやっぱりねその若年層になればなるほどその傾向が強いって実なんですこ現実なんですよね。 お前は若者をディスってんだみたいなことをね<ー>なんかごちゃごちゃ言ってくるやつがいるわけですよ。えー、そういう問題じゃないと別にそれは若者が悪いって話をしてるんじゃなくって、うん、そういうふうにその若者や子供がなっちゃうような社会というのをより年長の日本人は作ったんですよね。そここでだだだからねももももちろんんめめてて仕仕方方、はい、方ががななないいけけれども今これど今あなた方は 悲惨ですよっていうことを認識させないとやっぱりだめなんですよね。これで、うん、まあしょうがないよねまあ、なんとかここまで来たからさじゃあもうそれは未来が見えないですよ、ねうん、そうなんで要するに、うんね、悲惨でいや悲惨じゃないんだとかねその,、ええ、あの悲惨だってことを指摘するとねディスってると言われるとかね、うん、それはけわからない話なんですよ。全く無意味なんですよ。うん、そんなものをねねどっっから眺めたって、ねうん 上から眺めようが下から眺めようがね右から眺めようが左から眺めようが悲惨なものは悲惨なんですよ、うんうん、そこのところはごまかしてはいけないという話だと思うんですねそこのところがやっぱりもっとクリアに見えてこないとね、うん、どうもこう全体にりがかかったような社会になってるのかなという感じがしますよねあとやっぱりこの今回コロナ対策なんかで自治体によってはですね非常にやっぱり県知事とかね、えー、市区町村のレベルでリーダーがね、はい 独自性を発揮した自治体もありましたね。はい、国の言う通りにはしない。はい、我々はちゃんとこういう体制でやりますよと。はい、やっぱりそういうこう具体的な現場から何かを変えていくということを続けなきゃいけないですよね。はい、そうですね。うん、やっぱりあのコロナの問題っていうのもね、ちょっとこの本の中で、えーはい、書きましたけどね。えー、あの、まあ、くわ詳しく。 やるとね、大変大きなあのいろんな現象があるんで、ええ、あれなんですけれども,もう要点だけ言うと、ね、やっぱりね PCR 検査を、ねええ、その増やすべきかいや増やしちゃいけないんだなんていう、ねはいええ、論争をやった国なんて。ええ 日本だけでですよね世界中でだからあそこが結局その厚生技官と言われる人たちがね厚生労働省の中で医系技官,、ね、官がね、うん、あのしっかりと権限を持っていて、まあ、これがまた感染研のいろいろ問題とかですね、はいろいろ利権も絡んでるということがどうもね今回の情報になってますよね,すね,ねやっぱりねあれのね、うん、とんでもない罪深さはどこにあるかというと。えー あれでで原原理原則がデタラメになったんですよね本当にそう思いますねだって<の>感染症対策っていうのは検査と隔離じゃないですか、えー、原則は、はい、検査をして、えー、かかってますねっていう人を隔離するもうこれはどんな感染症だってそうだという話で、うん、だから 検査ししなな隔離しようもないわけですよ、ね、いや本当にあそこがだからぐずぐずになりましたから、はい、結局その感染症の,かの数だけはいろいろ毎日出てきましたけど一体どういうことでそのじゃあ緊急事態宣言出すのか、うん、それを取りやめるのかとかですねそういうところがよくわからないままにね、うん、なんかその時の政治の気分とか、うん、政局のこうカレンダーを見ながらやられたような感じになっててで今はむしろまたちょっと感染の患者が増えたりしてるんだけどもう国民の気持ちは 大丈夫だよねみたいな感じで街の中にね増えている、うんうん、まあ結局これまあ自然沈静化に結局のところね頼るっていうことになってくるんでしょうけれども、はい、まあだから本丸のねやっぱ悪にはその生き生き感たちのねとんでも判断があり、えー、そしてでもそれ彼ら悪いのは彼らだけじゃないんですよ、えー、要するに彼らを取り巻く専門家群ねそうですねこれ舘田浩さんってあれ感染症のね専門家大物 あの人自分もコロナにかかって<ー>それで言ったことには専門家が専門家の何、うん、て言うんですかねこう独自性を発揮できない、うん、まあそこにいろんなまた忖度が入ってるんでしょうね、うん、きっと政治に対してのとかね。 ここに日本社会の非常に深いところにかか抱え込んでる宿和みたいなのがあって、はい、でもこれっての時思い出しますよねいやーそうでしたねあれもやっぱり役人のね、えー、原発役人がいて、えー、それで、えー、いわゆる御用学者のね専門家がいてっていうねあの世界と結局<ー>そっくりじゃないっていうしかもここにそのじゃ政治の強烈な意思が反映してるかっていうとこれもまたね どうも怪しくて専門家にこう依存しているようなところで専門家は専門家でこの顔を政治の方を見ながらですねなんかこ,うこの辺でみたいな感じでしょで中国がねバシッと上海をですよロックダウンした時うわすごいなって話になるけど意思を持ってますよねそれが正しいかどうかとかどう判断すべきかというのはまた別の問題ですけど。 一つの意思を持って何かの不幸に対して対応しようというねここがね全くないんですよね、うん、日本ってすごく大事なところだと思うんですけど、うん、だから、そういう中でも、えー、そのやっぱり検査抑制なんてねおかしいだろうということで言、えーえー、うことを聞かなかったやっぱり自治体の長とかがいるわけですよね。 一番この辺でそれ一番有名なのはあの世田谷区の保坂さんという、ねはい、ことになるでしょうけどね、はいはい、他にも実はあの和歌山県の、ね、知事だったり知事です、ね、広島の知事だったりね、はい、あるいは大阪の、ね、寝屋川の、ね、市長さんとかがね,ねいい働きをして、はいうん、でやっぱりその人たちの特徴ってのは何かというとある意味これは単純な原則なんですが自称の 本質それに即した事物の、えー、ザッハリヒなんですよね、事物の本質に即した対応をすると、なるほどね、感染症というものに対しては、ええ、検査して隔離をする必要があると、はいね、これが基本だと、なるほど要するにそれを淡々とやるっていうこと。 ですねだけどねその当たり前をやるということにある種勇気がいる、えー、勇気が必要だという状況がこの腐敗した社会では生まれるるんでですすよねねなるほど、うん、そうです、ねまあ、持ち場持ち場で抵抗することだというねあの石田さんお書きになってますけど、はい、やっぱりもう抗うっていう言葉がありますけども、はい、自分がこうだと思ったことはやっぱりそこで国がどう言おうとですね、うん、これは国民のためあるいは地方の住民のためということになれば、うん まあこれ体を張ってでもやるんだと、はい、こういうことがやっぱりこうもう少し広まっていかなきゃダメなそうなんですで、ね、それでやっぱりそれがいろんな現場で小さな現場でもね大きな現場でも、はい、またその人々が人がそれぞれ追う責任ってち小さかったり中くらいだったり大きかったりするわけですけれども、はい、あのー、それをねやっぱりやるっていうことですよね、はい、一人一人がね。 まあ二千十二年体制ということで今日はですね取り上げましたこれは言葉を変えたら長期腐敗体制白井さんが今度お出しになった本のタイトルそのものだということになります参議院選挙の真っ最中でありますのでそういうことも考えながらですねきちんと一票を入れたいというふうに思います今日は白井さんの著書をもとにですね考えてみましたまた次回楽しみにしておりますありがとうございました、はい、どうもありがとうございました